エレです。ミレイユです。エレ、今回はプレミアプロの方こねたじゃけ。プレミア？珍しいね、お姉ちゃん。モーションブラーってあるじゃろ。早く動いちゃるもんだ。売れるやつよね。プレミアでもできるけ、本物っぽく作れるんじゃけど。あー、なんかあるね。ちょっとね。今回はモーションブラーの話ね。こねたあちゅうてもだいぶすっきりするけね。うん、よー見ちょくよ。まずね、クリップを画面の中で動かすとき、普通はここにキーを打つじゃろ。ここに入れたら動くね。でもそれじゃとモーションブラーがかからんね。ちょっとやってみるけね。めっちゃ早く動かすとブラーがかからんけ、映画飛ぶね。お姉ちゃん、なんかしょぼいね。ブラーかかるとこんな感じ。ああ、ブラーはいるね。ブラーがあるのとないのとじゃだいぶ違うんよ。これブラーのエフェクト追加すればええの？それかアフターエフェクツみたいにブラー適用ボタンを押すだけとか。いや、プレミアじゃとね、ここちょっと癖あるけえね。ブラーかけたかったらディストーション、トランスフォーム、これ使うけね。覚えちょいてね。このディストーション、トランスフォームってのがどういうエフェクトかっていうと、クリップがもともと持っちょるトランスフォーム、これをエフェクトで使えるようにしたものって感じかな。あー、エフェクトなんでつけたり外したりコピーしたりそういうことができるんで。で、モーションブラーの効果は標準のトランスフォームにはなく、このディストーショントランスフォームだけが持っちょるってことなんよ。でれ、例えばこの絵の左肩を中心に回転させたいと思ったらどうすればええと思う？アンカーポイントを移動したらそこ中心に回転する。アンカーポイントは回転とズームの中心じゃて、これで合っちゃる。実際にやってみるけね。ちょっとわかりにくいけ、普段はあんまりガイドは使わんけど、プレミアはガイドを好きな位置に出せるけ、ガイドを出して絵の方にも中心位置を書いちょくね。アンカーポイントを移動して、これで動かすとこんな感じ。普通じゃね。これをディストーショントランスフォームでやってみるけね。まずはエフェクトの追加じゃね。さっきいじったアンカーポイントは戻して、エフェクト、ビデオエフェクト、ディストーショントランスフォーム。検索じゃなく一覧から見た方がいいね。こっちにもアンカーポイントがあるじゃろ。うん、ここに入れればええね。これで動かすとこんな感じ。もともと持ってるトランスフォームと同じことができるんね。モーションブラーはどこで指定するん？シャッター角度ってのがモーションブラーのかかり具合ね。ゼロになっちゃるね。いくつにするん？範囲は0から360までで、基本は180。じゃあ180と。これで動かしてみて。なんでこうなるん？全然違うとこ中心に回っとるじゃん。よう分からんけど、プレミアは昔っからこうなるね。シャッター角度をゼロにすればちゃんと動くね。ゼロ以外を入れるとダメじゃね、バグっぽいね。これじゃ使えんね。じゃろ。でもモーションブラーは諦めたくないね。じゃろ。なんとかならんの？公式には多分載ってないけ、やり方が正しいかどうかはあれなんじゃけど、ブラーは諦めたくないし、これをなんとかする方法をやるね。やることは追加したディストーショントランスフォームの位置とアンカーポイントをいじるってことなんじゃけど、やってみるけよう見ちょってね。まずこのクリップを配置しているシーケンス、このシーケンスの中心座標を求める。シーケンスの画面サイズを2で割ればええね。1280×720 じゃったら640×360。次にディストーショントランスフォームのアンカーポイントと位置にこの値を入れる。エフェクトを追加するところからやるね。ディストーショントランスフォーム追加、値を入れる。こっちも入れる。この状態が正しいデフォルトの状態。こっからアンカーポイントをいじればそこを中心に回転ズームできるようになる。
よっと。おお、ちゃんと動いたね。これさえちゃんとやってればちゃんと動くんね。書き出したムービーを見るとアンカーポイントもあっちょるし、ブラーもおでちょる。でもちょっと面倒いね。アフターエフェクツじゃったらスクリプトが動かせるけ、一発変換するスクリプト一回作っちょけばええけど、なんでかプレミアにはスクリプトがないけ、毎回手で直さんといけん。この辺からお姉ちゃんのプレミア嫌いが始まったんよね。嫌い？嫌いじゃのうてバナレ。同じじゃて、最近 YMM4 ばっかり使っちゃるもんね。アドビのアプリでスクリプト動かんのってプレミアとキャラクターアニメーターぐらいじゃろ。まあもろ解説動画作るやつじゃね。じゃて YMM4 に変えたんよ。毎日3時間しか寝ちょらんかったもんね。最後にさらにバグっぽい現象を2つ。1つ目、ディストーション・トランスフォームのスケールにゼロは入れない。ゼロスケールがあると書き出し時にエラーになる。これもバグなんじゃない？2つ目、シャッター角度がゼロの時スケールにマイナス値を入れるとおかしくなる。シャッター角度がゼロじゃなければマイナススケールも動くけ、ディストーション・トランスフォームを使った時はまずシャッター角度をゼロ以外にした方がええよ。なんかわからんけどした方がええね。品質高い動画はみんなブラーかかっちゃるけ、これ必須じゃない？モーションブラーは必須ね。本物感のアデルね。プレミアでのモーションブラー諦めちゃった人はなんとかなるけ。諦めちゃいけんね。じゃけどディストーション・トランスフォームってなんかちょっと変じゃね。プレミアのモーションブラーはこれじゃてついていくしかないね。バージョン上がるときちっちゃい新機能じゃのんて、こういうの直してくれたら嬉しいちゃね。このチャンネルではボイスボックスやニュートリノといった AI による合成音声に関する動画を配信しています。気に入ってもらえたら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。質問などありましたらコメント欄からお願いします。